人の内面的なところで言えば、その人に合わせた人格をこう形成してキャラクターを作ってっていうのを、多分今後何千年って変わらないと思うんですよね。そういう普遍的なところは人間である以上ずっと起こる問題ではあるなと思います。今一度作品で問いかける、本当の自分はどこに存在するのか。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家弓指貴博、幼い頃から生命に興味を抱き、現在まで制作を続ける、そんな彼が漫画のようなキャラクターに込めるある一つのテーマ。自分の心象風景っていうのをキャラクターとして落とし込むっていうのをテーマにしていて、人ってその、まあ、仕事の上司とかだったり親しい友人とか、それが親とか、それぞれに対応したキャラクターっていうのを使い分けてると思うんですけど、描くことによって、まあ、その鏡写し的な形でだんだん自分の中でこういうこと考えてたのかっていうのが、キャラクターの表情だったりとか、まあ、動きだったりとかに現れてくるっていう感じです。日常の中で無意識に作り上げる自分自身、人間の多面的な心をアートに昇華した、そのきっかけ。僕は結構インスタグラムとか、まあ、ツイッターとか、まあ、今だと YouTube とかすごい見るんですけど、 YouTuber の人とか、そういう人たちってなんかすごい窮屈そうだなって思う時があって、自分が守っているキャラクターっていうのを表に出して、ただ実際の本人はそれとは違っていたりとか、そういったところで SNS っていうのが便利だけど、まあ、暗い側面も生み出しているっていうのを作品を通して描いてます。 SNS が抱える功罪、他者に対して仮面をかぶることが多くなったこの時代だからこそ、自身の作品から感じ取ってほしいもの。心象風景って言っても、その他の人は体験してないのでなかなか伝わりづらいんですけど、僕は僕自身を描いてるつもりでも、いつの間にかその他人の人生と重なってたりとか、ちょっと自分となんかリンクするなみたいなところを感じ取っていただいて、その無意識のうちに思ってたことを認識するきっかけの一つとして見ていただきたいですね。本当の自分とは、さまざまな情報の中で生きる人たちの道しるべとして、これからも描き続ける画家弓指貴博が目指すアートとは。まあ、よく言われるのは、作家のイメージを作るために同じ例えばキャラとかを描いた方がいいとかよく言われることもあるんですけど、まあ、僕はそこにそんなに興味あんまりなくて、見てもらうターゲットを固定してないので、いろんな人に見てもらって感情がそのキャラを見て揺れ動いてほしいなっていうのはあります。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代アーティスト八雲太郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。